久々にちょっと YouTube ついに復帰始めた、復帰したね、復帰したらしいんで、ちょっと、うん、シンペーターさんに、まあ、頑張れよと何でもいいですし、うん、あとこんな企画やったらいいんじゃないかとか、ちょっとぜひ、うん、言ってもらえたらありがたいんですけど、シンペーター復活したと正社員さんから聞きました。まだあなたの YouTube は見たことがありません。まあ見ることが多分あるとは思うんですけど、いずれね。でもしんちゃんは真面目だから、俺と違ってね、すげえまっすぐだから、まあ悩んだ時は電話してよ、いつでも胸貸すし、悩みの相談も聞くし、まあ悪いことは、まあ、受けれないけども、でも一緒にヒップホップ盛り上げるとか、そういう熱い話を KOK の裏側でもしたと思うから、なんかそれを実現できる1年にしたいし、そういう一歩踏み出せる音楽をなんか垣根を越えたことをできるようになんかしましょう。そして新平君、負けちゃダメだぜ、負けそうな時は何かを巻いてください、よろしくお願いします。新平さんに企画してほしい、企画してほしいことは、これ何って言ったっけな、僕に来たのは生着替えと、生着替え、新平のステージで生着替え、昔あったじゃん、昼間にさ、なんかスーパージョッキー、スーパージョッキーだったさ、あれで1分で着替えるんだよ、ダサい服からダサい服にね、それも面白いと思うし、最後に絶対つけなきゃダメだよ、一番これがもう、もしダメだと思ったらもう一番をもうここにかけて出てくる、それが決勝率だと思うんだよね。ラップしながら、ラップしながら、うん、ラップしながら1分間で生着替え、うん、そうそうそう、アベマで配信、うん、で、あともう一個が本当に怖い人、あんまりその名前も出せないようなさ、やっぱいいんじゃん、怖いやつ、本当に怖いやつだよ、怖いやつにしんちゃんが後ろから「しんぺーたたぜ」ってこの志村けんが使ったハリセンで頭バキーって叩いて「てってれー」って本当に許されるのか、許されるのか、許されるのか、あのしんぺーたは許されるのか、それをね、怖い人をどついたら許されるのか、説それを検証してください。後ろから見てます、何かあったら助けます、よろしくお願いします。ありがとうございます。